背番号2番、吉田正也です。よろしくお願いします。背番号4番、高杉亮太です。よろしくお願いします。絵を描いていただきたいんですよ。描きました。じゃあ、トーマスをイメージして。あ、高杉選手めっちゃうまいですけど。可愛いし。俺の見えなくないってか。めっちゃうまい。吉田選手。これだけ取れないですか。大きめで。大きめで取ってくださいですか。あ、大きめ取ってください。これ何ですかこれ。これは何ですか吉田さん。これは確かにひな祭り。あったねこれ。あの北斗の拳の雑魚キャラでこういうモヒカンいましたよ。面白い。ちょっと待って、お互いの好きなところ。え？恥ずかしい。いや、そこはあえて。恥ずかしいっていうのが恥ずかしいですけど。いや、杉さんは、はい。今、チームで、1分間スピーチやってるんですけど、はい。その日の練習で、一番良かった選手を MVP を選出するっていうのはあるんですけど、うん、はいはい。杉さん今、リハビリやってて、練習見てないんですけど、はいいつも、自分に、お前今日 100% でやったかって聞いてきて、今日 100% で練習できましたって言うと、いつも MVP にしてくれるんで、杉さんそういうところが好きです。最高っすね。はい、もうありがたいです。じゃあ逆に杉様、お願いします。吉田選手の。で、まさやは、本当、はい、あんまり表情に出さないんで、うん、なんか練習中とか、まあこうしろよって言ったら、なんか結構、うん、いつもの表情っていう、無表情というか、そんな感じなんで、マジイラッとします。うん、いや、好きなことないじゃん、それ。そんな、ツンツンしてるマサイが好きです。いや、なんか、ツンデレなのか何なのか。どういうここから、栃木市丸抜ウルトラクイズです。出た。すごいでしょ。すごいでしょ。すごい。高杉選手は毎週欠かさず録画している番組があります。それは名探偵コナンである、丸か罰か。わかるか。わかるか。こんなの。正解はこちら。丸でーす。いい。見てますね。真実は一つ。はいはい意外っす。どんなところが面白いですか？はい。いや、はい、小説とかも推理物が好きなんですよ。あ、そうなんですね。はい。そういうのしか読まないんで。まあ、なるほど。じゃあ、こんなしっかり見とこうかなって。せーの。Keep moving forward! さあ、ということで、高杉選手、吉田選手、ありがとうございました。そして、本日お集まりいただいた皆様、ありがとうちゃんでした。